はい、それでは皆さんこんにちは、こんばんは、しばチャンネルのしばやんです。本日の企画はですね、レクサス GS ハイブリッド車のガソリン満タンはいくらかかるのかやっていきたいと思います。で現在給油ランプがついております。でこの状態からですね、ガソリンの方を給油してって一体どのくらい金額がかかるのかを皆さんにお伝えしたいと思います。それでは本日もサクッとやっていきましょう。はい、現在このように給油ランプがついております。で実際僕の車は航続可能距離が出るんですけども、今45キロとなっております。実際この航続可能距離がだいたい60キロぐらいで給油ランプが点灯したかなっていう感じでした。でこのようにですね、ガソリンの給油ランプが点灯したらインフォメーションディスプレイに給油してくださいっていう形で表示されます。それでは早速今からガソリンスタンドに向かって給油していきたいと思います。コックの開け方です。今みたいにカバーを押してください。普段車の中からガソリンコックの蓋を開けるっていうボタンとかレバーを押して開けると思うんですけども、このレクサス GS 外のカバーを押して開けるタイプとなっております。ではですね、ガソリンの方を給油していくんですけども、一度給油満タンになってカチッて止まったところで給油の方はやめようと思います。追い足し給油はなしで継続していきたいと思います。はい、それでは出発します。ガソリンがフル満タンに入りました。それではちょっと場所の方移動していきたいと思います。はい、それではですね、場所の方ちょっと移動してきました。まあ先ほどガソリンが、まあ、給油ランプがついてて、まあ、今このようにフル満タン入って給油ランプは消えております。で実際ですね、この時のインフォメーションディスプレイなんですけども、まあ、こういう燃費と、まあ、今の給油後、まあ、若干走ったって形ですね。で平均で、あ、今過ぎたな。で大体ですね、航続可能距離が、まあ、フル満タン入れたら950キロぐらいとなっております。まあなんか多分平均の燃費からこういうのが多分そのコンピューターが計算して表示されるのかなと思います。でまあ最近ちょっと全然遠出してないんで、まあ、正直燃費はあまり良くないですね。まあだいたい16とかそこら辺前後になっています。で皆さんこの、まあ、ガソリン入れるタイミングですよね、まあ、人それぞれまあいろんな方が半分行ったら入れるよとか、先ほどみたいに給油ランプついたら入れるよっていう方とか、まあいろいろいらっしゃると思うんですけども、
まあ、僕はだいたいこの E より1個上のメモリぐらいで入れるような感じにしています。で、今回給油ランプつくまで走行したのは初めてなんかなっていうぐらい結構久々に行きましたね。で、この F と E って皆さん、まあなんとなくフルがいっぱいで E が少ないかなみたいなイメージでいらっしゃると思うんですけども、まあ、この F ってまあ略語で、まあ、F はフルですね、フル満タンの意味の略語で、 E って皆さん何の略語だと思います？まあ、僕も正直あんまり気にしたことなかったんですけども、まあ、ちょっと調べてみたらエンプティっていう、まあ、意味じゃないですっていう、まあ、略語でいいらしいんですよね。で、それが、まあ、空っぽっていう意味みたいです。まあ、エンプティっていうのを覚えとったら、まあ、使うことはないと思うんですけど、はい、そういった形でした。実際このレクサス GS ハイブリッド、まあ、僕 300H なんですけども、これが実際燃料タンクが66リッター入ります。カタログ燃費上では一応 23.3 キロ走行できるとなってあります。まあ燃費が、まあ、23.3 っていうのはあまり行ったことないんですけども、まあ、一応カタログ燃費ではそうなっています。はい、それではですね、まあ、今回給油量なんですけども 56.3 リッター入りました。ガソリン単価の方が143円、レギュラーガソリンの方ですねになっておりました。でですね、気になる合計金額なんですけども8051円となりました。廃屋だったらちょっとやばいかなっていう、結構こっから1万円来てお釣りじゃらじゃらみたいな感じのイメージなんかなと思います。まだこれがレギュラー車なんで、まあ安いんかな、どうなんかなみたいな感じだと思うんですけども、まあこれで950キロ先ほどの航続可能距離が走れるんで、まあコスパいいんかな、やっぱハイブリッドはみたいな感じでは自分の中では感じました。先ほどのあの給油の際にガソリンコックの蓋、あれってまあ僕今までの車って普通に車の中で操作して、まあ開けて入れるっていう形だったんですけど、最初この車買ってガソリン給油しようってなった時に、あれあれどこみたいな感じでちょっと探しましたで、ようやく説明書見て、あ、押すんじゃみたいな感じで気づいて入れれることができたんで、もしあのレクサス初めてこういったタイプの車買われる方は、まあそこ押したら開くよっていうのを覚えとったらいいかなと思います。で、まあ実際長距離のドライブっていうのがまだそのできてないんで、まあこの実際950キロ今回出てますけど、ほんまに走れるみたいな感じで、950キロって言ったら、まあ、ここ広島なんですけど東京ぐらいの方まで行っちゃうんかな、ガソリン給油なしでっていう感じで、ほんまに行けるかどうか分かんないんですけど、まあ機会があればちょっとチャレンジの方もしてみたいと思います。はい、それでは今回の動画がもし参考になったなって思う方いたらグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。